聞いてちょうだい。それでね、キリシャちゃん、アネモナまで盗まれたっておじいさんが大騒ぎして、もう大変。そうだったんですか。アネモナさんがお店を留守にしたのバレちゃったみたいです。何を言う。お前さんこそ目をまん丸にしてうろたえておったじゃろうが。そりゃそうですよ。あの子はね、私たちの娘のような存在ですもの。とにかくそれで店に戻ったら、アネモナと聖女様の像がなんと戻っておっての。しかも元通りの場所にきれいに置かれておったんじゃよ。こんな不思議なことがあるものかと。だからおじいさん、何度も言ってるじゃないですか。聖女様の像はですね、アネモナが取り返してくれたんですよ。どうしてそう思うんですか。心配するからおじいさんには黙っていたんですけど、アネモナはね、以前から時々お出かけしているんですよ。お前さん、またそんなこと。人形が一人で出歩くなんて、そんな馬鹿げた話あるわけないだろう。じゃあ誰が像を返してくれたというんです。それは犯人は監獄で捕まったというし。私はちゃんと知っているんですからね。すみません。お姉ちゃんはいますか。その声はエル？マークにウードまで。ごめんアドル君、
この子たち私の弟と妹なの。え、ユファさんの？やだ、何その二人の驚き方。意外ってことかしら。いつも姉がお世話になっています。お世話になってます。どうも。あらあら、可愛らしい子供たちじゃない。こら、お店に来ちゃダメでしょ。しかもみんな揃って、一体どうしたのかしら。どうしたのかしら、じゃないよ。うん、これユファ姉がエプロン忘れたから届けに来てやったんじゃねえか。ああ、本当にありがとね、みんな。立派に育ってくれて、お姉ちゃん涙が出ちゃうわ。忘れ物のせいで仕事が遅れて約束破ったら許さねえからな。うんうん、分かってるから。あら、何の約束をしているの。姉さんとみんなで闘技場へ行く約束をしているんです。うん、工業区にある闘技場ですね。闘技場といや剣闘だが、季節ごとにいくつか催し物があるぜ。今子供たちが興味ありそうな催し物なんてやってたかしら。あのね、闘技場にはユファ姉の彼氏がいるの。あらあら、それは初耳ね。彼氏なんだよ、やることやってんじゃねえか。やること違う。その、彼氏じゃなく幼馴染です。こら、あんたたち、おいたが過ぎるわよ。言ったのはエルだけど。うん、言ったのはエルだよ。どうせウードがそう言えって教えたんでしょ。ああ、もう恥ずかしい。とにかく闘技場で働く幼馴染がこの子たちを招待してくれたんです。へえ、いいじゃない、よくできた幼馴染みたいね。はい、とてもいい人で僕たちも楽しみにしています。だから仕事が終わったら早く帰ってきてくださいね。わかったってば。とにかく届けてくれてありがとう。仕事の邪魔しちゃ悪いから俺たちはそろそろ帰るぜ。エルはここにいたいな。エル、僕たちが家の用事を済ませば早めに出かけられるんだよ。本当に？じゃあ帰る。また今度ゆっくり遊びに来てちょうだい。本当にいい子たちね。はい、可愛かったです。ユファちゃん、確かあなたたちのご両親は。はい、二人ともロマンとの戦争で亡くなりました。そうだったんですか。うん、8年前ロムン帝国がグリアに侵攻してきた時、バルドゥーク郊外にいた私たち家族は逃げ遅れてしまって戦闘に巻き込まれたんです。両親は切りかかってきたロムン兵から私たちをかばって覆いかぶさるように。そう、大変だったわね。でもユファちゃん、あなたはとても素敵よ。あの子たちを見るとあなたがどう接してきたかわかる。3人ともまっすぐ育っているものね、アドルちゃん。ああやだ、もうアドル君、あの戦争のせいで
本当にいろいろありました。でもあの子たちがいてくれて救われたのは私の方だから、何があっても守りたい。あの子たちが過ごす穏やかでかけがえのない日常を。陰ながら私も応援させてもらうわ。店長ありがとうございます。よし、今日も一日頑張らなきゃ。もうガンガン働きますよ。他にも要件があれば今日もガンガン働きますよ。ジラ、いつでもお待ちしてます。アドルさん、どれどれ。さすがだね、アドル君。少しばかりだが、これを。いいかな。
うん、ゆっくり選んでね。どうぞ召し上がれ。他にもいるかな。また来てね。進捗はどうだ？結果を出しているようだな。こちらは報酬だ。なかなかいいじゃねえか。他にもどうしましょうか。もういいんですか。またいつでも言ってください。今日もガンガン働きますよ。他にも要件いつでもお待ちしてます。はい、何でも申し付けてく。腕の見せ所ですね。腕の見せ所ですね。任せてください。他にもいつでもお待ちしてます。ねえねえ、いらっしゃい。ま
でも申し付けてくださいね。腕の見せ所ですね。もういつでもお待ちしてます。ようやく出番か。行くぞ。入りようか。いいもんが入ってるぜ。ありがとうございます。毎度あり。まだなんかあんのか。それじゃあな。
なんじゃ、何かあれば頼るがいい。養蜂は守って使うんじゃぞ。まだ何かあるのか。擦り傷でも侮ってはいかんぞ。薬、怪我には気をつけるんじゃぞ。行け。すぐに殲滅いたします。クリムゾンライン。怪人に会えちゃった。ではな。お前か。どうする。どうする。これを選ぶとはさすがだな。そうか。ではな。ねえねえ、いらっしゃい。ねえねえ、バイバイ。また来てね。お使いですね。かしこまりました。他にもまたいつでも行ってください。うん、たくさん交換していたよね。それじゃあこれと交換ね。また素材持ってきてよ。バイバイ。また来てね。いや、毎度どうも。おう、ここにまた来てくれよな。
気をつけろよ。宝箱だ。
今だ。宝箱だ。慎重に行けよ。ここまでか。マジかよ。おいおい、宝箱だ。慎重に行けよ。
腕が鳴るね。帝国騎士団の副団長を務めるルシアンだ。ひとまずそう名乗っておこう。その肩書きも今となっては剥奪されているかもしれないがな。
役に立てて嬉しいよ。いいかな？しましょう。Thank you.
それなら。目の付けどころが違うの。ああ、他にも見ていってくれ。また来ておくれ。Thank you.
クリムゾンライン怪人すぐに片付けるぞ食らえうわ、退屈な仕事だったぜ。